あなたの街にオールチューバー、今富山県の高岡市に来てます。これ、ね、陸上競技場なんですけれども、ここに僕の一面が今日ね走るということで、まあ、中学生なんですけどね、応援に来てっていうか行かないよって言いつつ実は来ちゃったっていうね、実はね配信をしたいと思います。親御さんにもね一応ね喋ったことあるんで、一応許可っていうか、まあ、許してくれるなと思って、ね、はい、させてもらいました。じゃあどういう配信なのか楽しみにしてください。レッツオルチューバー。ということで、いろいろね中学生ね来まして、今ねここの会場では間違いないということで、今一生懸命探してます。でね、あっちでこっちで、ね、結構広いんですよ、これね広いんで、どこにいるかちょっとわからないんで、びっくりするのも時間の問題ですね。え、これさっきありがとう、あら、どこだ、あ、だからもうすぐ、すいません、ここってどこですか、知らんね、来るかな、すいません、ありがとうございます。ここってどこら辺ですか、ここ、あら、分かっててよ、お前分かってて逃げてったら、お前来いって言ったの、あ、僕ね、YouTube やってまして、で、いや、トラン、顔俺しか映ってないから、会いに来てって言うから、実際ね会いに来たんですけど、もう走っちゃった後で、で今リレーも出るって噂があるんですけど、リレーあるの？出ますよ。何、よかったら見に来て。終わっちゃった？みーちゃん出ません。あ、みーちゃん出ないの？はい、100m。あ、100m。あ、でもいやいや、自分だけしか映ってないですけど、あ、許可いるっすか、これ自分。選手は撮ってはいけなくて。あ、本当ですか？はい、自分だけは？自分は映った？自分、選手を映す。あ、選手は映さないですね。顔、生徒さんの一人一人変わるんで、全部僕モザイクかけて編集してます。編集とか、まあ僕しか映ってはない。うん。うん、撮影は許可いる。あ、本当ですか？まあ、一回行ってみます。大会本部に通した方がいい。そうですね。わ、はい、かりました。ということで、実際ね会うことができました。これでね、やっとね。次の県に行きます。次はあなたの街にオルチューバー。